で、バラスラムが卒業訓練をして、子どもの卒業訓練と基礎教育、あと精神的なリハビリをすることで、なんか補足とかあったら言ってください。うん、って思うんですよね。だからあのまず大人の心の余裕を作ってあげる作業が大切かなと思う。以上です。海外撮影した子供の写真がたくさんあるので、ブログなどで、まあ、写真と合わせて問題提起をしていけたらと思います。私たちをかわいそうだと上から目線で見るのではなくて、自分のことのように、また家族のように大切に思いたいなと。貧困問題、フェアトレードなどについて自分が知っていることをどんどん人に伝えていきたいと思います。友人にプレゼントをして、でまたその友人から友人にということをやってるんですけど、あともう 2,3 冊本を買ってもっと一人歩きをさせてという形での、まあ、伝達にしていきたいなと思います。その日本で買い物する際も、そのフェアトレードとかの事情をちゃんと把握した上での買い物をていきたいと思いました。ゼミでもサークルでもそういう機会がいっぱいあるので、どんどん伝えていって、でその伝えていった人がまた興味を持って他の人にも伝えていってもらえるように伝えていきたい。それは関係ないんじゃなくて、今日のキャラプロジェクトのお話だったように、消費者としてという立場のように、どこかで何かしら自分が関わっているということを意識、日常からしていけるように心がけたいと思います。同じからでも親からでも積極的に言いまして、それを広めていけたらいいなと思いました。援助組織を政府の中に設けるような動きを NGO、NPO の方にお願いし、その行動に関して協力をしていくと。で国として最終的にもっと援助できれば、いいんじゃないかなというふうに思っているっていうふうに分かった商品とか企業名が具体的に分かってショックを受けたりしたので、そういったところの商品は買わないこととか、あとはエースさんのサポートを自分ができる範囲で続けることもできることかなと思いました。大学でもっと伝えていきたいっていうのと、あと児童労働、今まで児童労働のこととか団体でやってこなかったので、そういうこともやっていきたいのか。自分が使っている商品を見直して、消費者という意識を持ってどのような背景があるのか、自分が買うことによって何が変わるのかを考えていかなければならないと思いました。やっぱり無理だって言ってやめないで、自分にできる範囲でやっぱり長期的に続けるって、このスタディーツアーのことを思い出すっていうことが大事なのかなと思いました。消費者とかお客様の立場としては、買う力っていうのは社会を変える力があるということをよく理解して皆さんに伝えて、自分が働くとこを見極めるときに、なんかそうやって利益とかを目にしているよりも社会貢献をちゃんとしている職に就きたいと思いました。今回のスタディツアーでいろんな人に貴重な話をいっぱい聞けて、で聞きっぱなし調べっぱなしじゃもったいないから、今回知ったことをまた将来何年か経って今行われているプロジェクトが結果どうなったのか、実際何人減ったのかっていうのを将来も知っていきたいし、児童労働に将来も自分で調べて関わっていこうと思います。